JR 貨物 20D 型コンテナは、日本貨物鉄道が2006年より主に 19D 型コンテナと20バイト型コンテナと 20C 型コンテナの置き換え用として、製作、運用している12フィート有害コンテナである。通常のコンテナよりも、天地寸法が大きく、車両限界の関係から国旗5万系への積載が禁止されていた。ただし、車両限界に余裕がある線区や、 特任区間ではこの限りではない。両側開きで、全高は2600ミ、mm、リメートルと、通常のコンテナよりも高くなっており、笠高品の輸送に対応している。内容石は19.5立方メートル、荷重は5.0トン。本形式では、新たに、つも面上部に、構成の簡易通風機が設けられたことが大きな特徴である。 外部塗装は JRF レッドと称されるフロンティアレッド一式で向かって右上に配される JRF のロゴマークは 20C 型に比べて大きくなった。また本形式は規格外コンテナであるためそれを示す白色の帯がすべての面の上部に引かれているほか規格外であることを示すひし形マークと全高 H イコール2600の表記オレンジ色で 古希五万積載禁止の注意書きが、コンテナ側面に記されている。JRF マーク廃止後のデザイン 20D-1066-2006 年に200個が、東急車両製造和歌山製作所により製作された。2013年度に総合車両製作所和歌山、事業所にて201-500までの番号が製造され、増備に至った。2013年度増備分は、 形状が変更されたとともに表記類もマイナーチェンジされた。2021年1月5日、現在6670個を保有している。量産途中でエコレールマークのシールが貼り付けられるようになり、既存のコンテナもエコレールマークのシールを順次貼り付けた。2018年3月17日のダイヤ改正で、国旗5万系の営業運転が終了し、 生タカコンテナの運用上の制限がなくなるため、2018年度は2650個が増備された。2019年度は3600個の増備が予定されている。2019年7月現在、アスベストが含まれている1から200までの廃棄処分が進んでいる。ありがとうございます。